はい、Jチャンネル J です。皆さんお元気でしょうか。今日はね、まあ雑談ですかね。なんかね、ギターよりか雑談の方がいいという方もいらっしゃるんですけどね。僕も雑談嫌いじゃないのでね、やってみたいと思うんですが、まずまあ連休なる前にね、まあ雑談含めて、まあ解説動画なんかもね、何本か出して見て、まあ連休でね、練習してもらったりとかね、やってもらったらいいように、まあやってみたいと思うんですけれど、ね、よくね、まあ私生活でもあるし、コメントもらった時もあるんですが、よくね、言う言葉はね、人それぞれよねという言葉を、まあ、たまに使うことがありますね。これにはね、すごく深い意味がありますよね。人それぞれよねというのは、例えば逃げ言葉であったりとかで、まあちょっとむやみやにしたいなという時に人それぞれよねって言いますよね。で、あとね、もうちょっとこうコメントなんか来た時に、いやそうじゃないんだよ、そうじゃないんだよと言い返したいんだけど、言い返すと誤解されるんじゃないかなという時に、まあちょっとこの言葉を使っとけみたいな感じで、人それぞれよねって逃げることもありますね。あんまりこう言うと、言うとなんかこうちょっとこう今後使いにくいんですけど、使いにくくなっちゃいけないんですけどね。まあそういったとこもあると、まあよくね、まあギター講座とかやってると、なんだお前そんなね、そんな上手じゃないのにこうギター講座やってるんかという人もいる。反面やっぱり感謝してくれる人もいるんですよ。Jさんのおかげでね、弾けるようになりましたという非常に嬉しいことなんですよね。だからまあ僕の場合こういったこと言っちゃなんですけどね、どうせっていう言葉が合うかどうか分かりませんが、今の段階では無料でねやっているわけですから、とやかく言われる筋合いはないとは思うんですよ。だからテレビと同じで、嫌だったら見なきゃいいわけで、それでね批判のコメントをしてくるっていうのがちょっと意味は分かりませんけどね。まあそれでも人それぞれ発言の自由があるから別にいいんですけどね。ただまあ不満とかいう人に関してはまあお返ししますけど、誹謗中傷になったらもう無視していこうかなと思って、今後ねコメントに関してもね、もうちょっとそろそろコメント返す時間がかなりねかかりますので、その分まあ解説動画とかね、いろんな動画を作った方がいいんじゃないかなという反面、やっぱりコメント書いたら返してよという人もいるんですよ。なので、そこらはちょっとね迷っていることですが、ただ全員に返すのがいいのか、もう自分がね気に入ったのだけ返すのがいいか、ちょっとまだ結論が出ませんけどね、まあ、そこらはね人それぞれよねってなってしまうんですね。ただね、そういう言葉の背景にはね、今やっぱりどうしてもこういった時代ですので、ちょっと出現してしまうと取り返しのつかないことになっちゃうんですよね。ちょっとこう言ったことがうわーっとなっちゃう。なのでまあ人それぞれよねって逃げるのがやっぱりベターなのかなと思って、それじゃなくて本当は僕はね議論したいんですよ、こうじゃと。でも議論してしまうと、ああその人はそういう考えなんだと思ってね、敵対心を持っちゃう人がいるんですよ。ちょっと僕それ間違いだったと思うんですね。例えば議論して、あなたはこういうそういう考え、僕はこういう考え、ああそうですかという感じで認め合えば一番いいんですけどね。認め合えられないんですよ、こう相反する、僕と考えが違うからあなたは敵だという人が多いんですよ。もうね、なんか ちっぽけだなと思いますね。例えば僕は広島ですけどね、カープファンなんですけど、カープファンの嫌なところはあるんですよ。例えばね、カープが勝った時は機嫌がいいけど、負けた時はすごい機嫌が悪くなる、当たり散らす人っているんですよ。それってどうかなと。例えばこう試合内で全部それを完結すればいいのね、終わったら別に関係ないじゃないですか、まあ、応援してるからまあそういう風に腹立つんだと思うんですけど、それを人にねこうむやみにこうね露骨にやる人っているんですよ。まあそれどこの球団でもいるけどね、広島の人は結構ねその気分がね、カープの勝ち負けによってその気分を変える人って多いです。だから僕はねそういうのあんまり好きじゃないんですよ。だから理想はね、例えばカープとジャイアンツがやった時に一緒に見てね、応援して、その後またまたねご飯食べながら、まあ、今日はいいとこあったねとかいう風な感じでやるのが一番僕は好きなんですけど、どうもね対戦モードが非常に強いという感じの、まあ、広島気質があると思うんですけど、まあ、そういった意味でね、また人それぞれよねってなってくるんですね。まあ、ギターの方の練習方法にしてもね、
まあ、こういった感じでいろいろね、いろいろ出してますけど、まあ人それぞれよねって感じ。だから僕はもうね、提案をしてるだけで、それで、いいと思ったらそれをね、やってみたらもらったらいいし、嫌と思ったらやらなきゃいいわけですね。そういった感じでやってるので、まあこれからも少しね、楽な感じでやってみようかと。昔はね、僕の動画でどうしてもこうできなかった人をね、うまくしてあげたいと思ったんですけど、それはなかなか難しいなと思って、その人がやる気になってくれないとできないので、そこらはね、もうあとは自分がね、今後は楽しんでやろうかなと、楽しんで動画を作っていって、それにまあね、賛同してくれる人が増えればいいなと、そういう風な感じで少し楽な感じでやってみるのもいいかなという、それもやっぱり人それぞれよねという感じです。僕はね、職業でね、教える感じはやってませんので、例えばスキーとかスノーボードは職業でやってましたけど、ギターに関してはもう全く趣味でやってますので、そこらはね、いろんなまあ提案ができればいいなぐらいで思ってますので、ただちょっとこうね、言葉尻が、あ、こうですよっていう癖があるんで、それはどうしてもスキーのインストラクターを20何年やってるから、どうしてもその口調になっちゃうので、そこはちょっと僕はまあ直さなきゃいけないところかもしれないですけどね。だからまあそこらもあるので、まあ、人それぞれよねと今回はテーマでやってみましたけど、それがいいのかどうか分かりませんけどね、あんまりこう無茶に戦ってしまうとね、なかなか難しい世の中なので、これからも人それぞれよねという言葉を使うかもしれませんけど、まあね、多めに見ていただきたいと思います。はい、 J チャンネルでした。ではまた。